楽しみましょうよ、ウェーブは。ね。その手助けになればいいと思って作りましたから、みんな見れば間違いなく上手くなる。ウェーブ楽しみましょう。ああいう風にインサイドで止まったりして大変なんですけど、出てしまえば、波のクオリティは上手いだけにしてはすごく今日はいいと思います。だから瀬戸の波に乗れば結構楽しめるんじゃないかな。今日はいい波だね。今回は、ベーシックフロントライディングベーシックに次いでフロントライディングパート2にチャレンジしましょう。ベーシックよりもワンランク一つ上の難度の高い技を、少し入れながら、みんなにその技術を分かりやすく説明していきたいと思います。前半は、基本的なベーシックと、よく似てるんですが、ボトムターンからトップターンの、基礎と、応用と言えます。で、後半については、技を360なりエア、これは難度の高い技ですが、それを、皆さんに分かりやすく説明したいと思います。ではまず最初にいろんなタイプなボトムターンを心がけて練習してください。細かく刻むボトムターンカットバック、普通のボトムターンと比べ切り返しをすぐに行わなくてはいけないので、ボトムターンをした時点から次の切り返しのことを考えよう。切り返しをするときは一段とかかとを蹴り出すことを意識をしよう。このボトムターンを練習するといろんな種類の波に対応することができるようになります。ポジションはサイドとは違い、ボトムターンをステールを開いて行う。そうしないと
裏風が入ってしまい、トップに上がることができない。そして切り返しを行うときは、サイドの風のサイドショアのときよりも体を使って強く蹴り返すようにしよう。オンショアの場合は波から降りるときにあまりスピードが出ないため、波の前からスピードをつけ、そのスピードを持続するようにする。サイドと比べ、ボトムターンのときにあまり急激に踏み込まないようにし、駆け上がる瞬間だけ急激にボードを踏み込みましょう。これがオンショアのポイントだね。セールを倒すボトムターン。セールを前に倒すことにより、ボードを押さえることがしやすくなります。そのため波が大きい時など、ボトムターンが長くなる時に行うとターンが安定します。その代わり、波を駆け上がる時にセールを素早く開くことは、セールを素早く開くことを意識しないとボードが止まってしまいます。では今からちょっと、ボードのことについて説明します。今回は、シングルフィを使用して撮影をしています。なぜシングルフィにしたかというと、トライ自体は、波乗りは僕はやっぱりうまいだけに一番合ってると今でも思ってるんですが、今回試合で、ジャンプをするときにシングルにした方のがジャンプの高さが稼げるっていうこと、要はスピードが、まあ、一瞬にして出やすいっていうこと、そういうことが、分かったんで、一度シングルでボードをテストして今作ってる 最中で、今回はそのシングルを使用して立ってきました。このまずシングルなんですが、これはシングルでありながらトライっぽい動きを追求して作ったボールです。まあ、変則的なウィングを入れて、ここで深めのコンケープを、まあ、ちょっと画面で分かりづらいところに入れて、トライみたいにここがサイドフィンのように引っかかるようにデザインしたボールです。でこちらのシングルはオーソドックス、普通のノーマルなピンのピンテールのボールです。シングルの場合は、トライと違ってスピードのある長いボトムターンがしやすいので、シングルの場合細かく刻むよりも長いボトムターンでスピードのついたボトムターンをするの方が、ボードのコンセプト上合ってると思います。いいですか。クールと、まあ、トライの、まあ、大きな違いは、まあ、波乗りにあると思うんですよ。まあ、波乗りでトライの方はやはり小さい波とか、お前さんみたいなどこで割れるかわからない波なんかにはすごく適したボールだと思います。僕なんかは基本的に波乗りはやっぱりお前さんであればトライの方が間違いなく僕は今でもいいと思います。それで、まあ、今回トライをやめるっていうわけじゃなくて、テストでシングルを今持っているだけで、今後多分トライの方も開発していきたいと思っています。でシングルのいいところはやっぱりスピードがあるということなので、まあ、スピードのあるボトムターン、これが多分すごくしやすいですね。それから変則的な動きだと、それもシングルはトライと違ってしにくくなると思うので、まあ、それは意識して、まあ、ビデオの中で見てもらえば分かると思いますが、綺麗なボトムターン、要は伸びのあるスピードのあるターンに僕のライディングも変わってきてると思うので、それを確認しながら見るっていうのもいいと思います。次はボードの
切り返しの仕方、または蹴り込み方、それを練習しましょう。波にパワーがない場合、波にパワーがない場合は蹴り出しの時にかかとで蹴ることをすごく意識すること、そしてセールを蹴り出す時に自分に引き寄せます。引き寄せることによりボードを一段と蹴り出すことができるのです。波にパワーがないので蹴り出しの力が足りないとボードが失速してしまいます。大切なのはかかとで蹴ることを意識することです。スープ、パワーのないスープに当てるときはボードをそのスープに乗せるような形で、軽く体をひねってスープに合わせて降りていきます。スープから離れすぎてしまうと波のパワーがなくなってしまう。波のパワーポイントを離れてしまうとボードのスピードが出ません。今自分がどのポイントにいるのか波を見ながら意識してパワーポイントに戻りましょう。またこのような動きをすることによりサーフィンライフになります。パワーがあるスープに当て込むときは波を駆け上がるときにノーズを上に上げてやるようにします。この動作をしないとノーズがスープに刺さってしまう。感じとしてはゲティングアウトをするときにスープを乗り越える要領と同じようにすればいいと思います。そしてボードがスープの上に乗ったときから蹴り込みを始めます。ここでもあまり蹴り込みすぎるとボードテールが滑りすぎてしまうのでスープのパワーに合わせ力加減を調節するようにしてください。またスープのパワーを使って次のセクションに行くこともチャレンジしてみましょう。スープにボードを乗せてやりそのパワーをスピードに変えて次のリップを狙おう。スープにボードを乗せるときは足の力を抜きセールで次に行きたい方向にボードを向けてやろう。またスープのパワーを使って次のセクションに行くこともチャレンジをしてみましょう。まずスープにボードを乗せてやりそのパワーをスピードに変えて次のリップを狙う。スープにボードを乗せるときは
足の力を抜き、セールで次の行きたいセクションの方向にボードを抜けてやりましょう。リッピング。リップに当て込むときは気をつけるのが、ボードを返したときノーズが刺されやすいので、ボードが返ったらすぐにテールに体重をかけてやり、ノーズが波に刺さらないようにコントロールします。オンシュアの蹴り込み方。オンシュアの場合、一番大切なのがセールの開きだと思います。波のピークに上がるまでセールを必ず開いていてください。そして蹴り込みはサイドの時以上に体をひねり、自分自身の力でボードを返すようにしましょう。この場合、オーバーセールのためセールに風が溜まりすぎてしまい、飛ばされてしまっている。体をあまり離さないようにし、ボードの中心に体重を乗せるようにしましょう。そして体全体で切り返しをするよう心がけましょう。テールが滑ってしまったら、焦らずボードの中心に体を持っていきましょう。ボードに体重をあまりかけないようにし、セールにぶら下がるようにして体勢を整えましょう。その時に後ろ足の膝をより一層深く曲げるようにすることが大切です。その時に後ろ足の膝をより一層深く曲げるようにし、スピンアウトしたボードを引き寄せます。スープに飲まれてしまったら、テールに風が入るようにテールを持ち上げることが大切です。そして今自分がどのような体勢になっているかを判断し、ウォータースタートの要領で体を持ち上げリカバリーします。ボトムターンはいろいろなボトムターンを組み合わせて波をウェイクしましょう。バックサイドをしたことにより波乗りのコンビネーションを増やすことができ、より一層見栄えのあるライディングができます。ここで大切なのは波全体を見極めることです。バックサイドをしてからフロントに行ける波なのかを判断することが最も大切だと思います。いろんなパターンのボトムターンを組み合わせ、波を刻みましょう。波全体をはじめに判断することが大切です。
波の質が良い時など思いっきり深いボトムターンを心がけよう。そうすることによりボードをより一層バーティカルに当てることができます。波を斜めに下るのではなく縦に降りる、そして縦に上がる、このフロントライディングをした時の気持ちよさを味わってください。このライディングはフロントの集大成とも言えます。それでは、見栄えがするエアボーンを練習しましょう。エアボーン、この技は第一にスピード、そして次に大切なのは波。折れてるところを最後まで見続け、そこにボードを当て込むことです。この折れたところに当て込むのがとても難しいのです。前半でやったいろんなパターンのボトムターンをクリアしなくては突然変化する波に対応できません。飛び出すときにまずボードを前方に蹴り出します。そして空中に飛び出したらセールを前方に出し、風を目いっぱい絡ませます。そして足を引きつけスープの前に降ります。ポートのロングジャンプと考えればわかりやすいでしょう。ローラーコースター、波を見極め、その波に合った技を繰り出そう。波を最後まで見ることが大切です。ローラーコースターの場合スープと一緒に落ちてくるのでノーズが刺さらないように、返した後はテールに体重を移動するのが重要です。クリューファーストライディング、クリューファーストからのフロントはボトムターン自体はそれほど難しくはないんですが、ボードを波に当てた後ラフしたようになるので裏風が入りやすく、とてもチンしやすくなります。そのためボードを当て込んで返した後すぐにセールに風を入れてベアーさせるように心がけましょう。オシュワに比べオシュワの方がやりやすい技だと思います。この技を成功させたら 100% 成功できたらあなたはプロになります。360練習しましょう。360を成功させるポイントとして、まずスピードを殺さず深いボトムターンをする。そうしないとボードがバーティカルに上がらず360はできない。バーティカルダリッピングをするよりも波に駆け上がるとき
ボードを早めに90度以上回し込んでやる。この時セールは目いっぱい広げる。ここでのポイントは体をあまりテール側に寝そべらせないこと。テール側に体重があればボードは回転はしやすいが、セールが倒れ込んでしまい波に当たって失敗してしまうからである。なお体を起こして、そしてセールを目いっぱい広げ回転をする。膝は最後まで絶対に伸ばさない。伸ばしてしまうと回転も遅くなり、スープにボードが持っていかれてしまうからだ。波については、日本の場合ハワイのようにパワーがないので、リップからスープに変わりきった直後、一番パワーがあるところを狙う。当て込むには遅いかなと思うぐらいのタイミングでベストだ。練習方法としては、小さいスープを使って回る練習するのが良いと思います。インサイドのスープを使って速く回転する仕方を掴んでください。そして回転を掴んだら、しっかりとした波にチャレンジすることが早道になります。でも違いなんですけど、まあ、これはこのピンの場合は綺麗な波なんかで、オーソドックスの本当にアウトラインを使って綺麗なトップターンをしやすい板ですね。まあ、オーソドックスに、乗れるオーソドックスの本当のシンプルの板だと思います。これは、変装的なウィングが入って、スワローになっているのは、なるべくトライっぽく変則的に切り返しも早くできるように、まあ、一応テストなんですけど、今これを作ってみました。まだ完成はされてないんで、これが、まあ、シングルに合うかどうかはまだはっきり今は分かりませんけど、乗っていて、まあまあ小さい波なんかはやっぱり面白いと思います。